今宮健太、OPS1.117WAR1.0129-1位。ソフトバンクの今宮健太内野手が、打撃で12球団トップの指標を残している。セイバーメトリクスの観点からプロ野球の分析を行う株式会社 DELTA のデータによると、打席あたりの総合的な打撃貢献度を表す OPS で1位。さらには打撃、守備、走塁、投球を総合的に評価する WAR でも唯一の 1.0 に乗る。今宮といえば、5回のゴールデングラブ賞に輝いている守備の手。打撃でも身体能力を生かした豪快な一発で沸かせるが、OPS では2022年の761が最高だった。しかし、ここまでの9号でリーグ単独1位の2本塁打を放つなど 1.117。2位の岡本和真巨人、3位の柳田悠一またソフトバンクをもう上回る。さらに守備での貢献度も高いことから、WAR でも12球団トップ。わずか9試合で 1.0 の乗っているのは今宮ただ一人で、2位には近藤健介ソフトバンク、3位には岡本、4位には近本浩二阪神と続いている。まだ9試合とサンプルは少ないものの、32歳にして打撃でトップを走る守備の名手に注目が集まる。他の打者のレベルが低すぎるだけ、山川さんが機能してないのが、WAR 1.0 が1位って低すぎない？たまに確変入るよな。これは明豊高校エース今宮。そもそも UZR は年度でばらつきえぐいから信用に値せんは普通に考えたら若い頃の方が数値いいはずやしな。ご視聴ありがとうございました。